城城都の城。今回は初夏を彩るアジサイが咲き誇るアジサイ公園ご紹介します。山の口総合支所の大峰さんと土山さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アジサイ公園では84種類約2万8000本のアジサイが植栽されています。そんなにたくさんあるんですね。アジサイハウスでは甘乳素ソフトクリームとお土産の方を購入できます。アジサイを楽しんだ後のソフトクリーム最高でしょう ね、 で、 ね。では中西さん、アジサイを見に行きましょう。はい、楽しみです。では行きましょう。このアジサイなんか珍しいですね。はい、こちらの星占いやアラモードは西洋アジサイなんです。アメリカやヨーロッパで品種改良されたもので、花びらも大きく派手なんです。なるほど、確かに華やかですよね。一つ一つのお花見てるとやっぱり可愛いですね。はい、実はそこはお花ではなく額なんです。額？お花はこの額の間のこちらの小さい、この丸いのがお花。はい。ああ、よく見たら確かにお花になってますね。こちらの振袖という花も額アジサイという種類で、周囲の装飾花が額、真ん中の咲いているのが花なんです。なんか一見やっぱ花に見えますけど、ハチさんは真ん中の方に来てますもんね。はい。こちらがいわゆるよく見るオーソドックスなアジサイ。はい、こちらが本アジサイの種類になります。日本原産の額アジサイを品種改良したものが本アジサイなんです。ということはアジサイは日本が原産ということなんですね。はい、その通りです。アジサイの色が自在に変えられることもご存知ですか。授業で習ったリトマス試験紙ですよね。はい、土壌をアルカリ性にすると赤いアジサイになって、酸性にすると青になります。じゃあリトマス紙と逆ってことですか。はい、そうです。でどの土壌でも常に白い花が咲くホワイトキングという花もあります。なんか奥深いですね。はい、手すりがあるってすごい便利ですね。はい、実は令和2年度から5カ年計画でアジサイ公園再生事業が始まっていまして、各機関と相談しながらアジサイ公園のリニューアルを行っています。それでできたものの一つということですね。はい、へー、あ、展望台が見えてきた。うわ、絶景ですね。ここからは都城盆地の大パノラマを眺めることができるんですよ。爽快ですね。ぜひ皆さんも初夏を感じにアジサイ公園に遊びに来ませんか。都城市の提供でお送りしました。